体が健康になるためのいい体質の変化が起きているときは、そのサインを見逃さずに、そのまま自分の体に合ったいい変化を受け入れていきましょう。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル、始まります。さて、人生の中でね、時間が過ぎていくと、晩年期という時期が必ずやってきます。簡単に言えば、老後だったり熟年といった自分の人生を改めて振り返りながら、ゆっくり穏やかに過ごすといったステージです。ゆっくり穏やかに過ごすのであれば、そこには幸せや豊かさは欠かせないものですよね。いくつになっても機運には恵まれていたいですが、実は人生を穏やかに過ごすステージに、自分がとっても幸せだったり、お金が湯水のように湧いてくるというサインというのがあるんです。そのサインを現時点で分かっていたら、この先がとっても楽しみになりますよね。このサインを知っておくことで、チャンスを自分から掴んでいけるようになったり、運気の流れに乗ってもっともっとお金に恵まれていきます。ということで、今回は晩年期にお金が湯水のように湧いてくるサイン3つをお伝えしたいと思います。まず1つ目は、体質の大きな変化。急に食べ物の味付けや好みが変わってきていたり、お酒が大好きだったのにお酒をそんなに飲まなくなったりしていたら、それは晩年期に機運が上昇していくサインです。または早寝早起きができるようになったっていうのも、実は晩年期にお金が湧いてくるサインなんですね。ここでいう体質の変化は悪いものではなく、体や心にはとってもいいものです。例えば、今まではお出汁をちゃんと取ったお味噌汁なんて飲まなかったけれども、週に何回かお出汁を取るようになったとかね、徹夜で仕事や遅い時間まで起きているということをしなくなったっていうのも、健康にとってもいいものですよね。体が健康になるためのいい体質の変化が起きているときは、そのサインを見逃さずに、そのまま自分の体に合ったいい変化を受け入れていきましょう。健康は生きていく中での基盤になります。基盤の中でしっかりしていると、心にゆとりが出て毎日を元気に心地よく過ごせるようになりますね。今後の人生を長く健康に過ごしていきたいというのは、誰もが願うことだと思うんです。特に意識していなくても、体質の大きな変化というものは起こりうるものなんですね。そんな時って、年齢を重ねて味付けの濃いものが苦手になったなとか、お酒にめっきり弱くなっちゃったとか、年を重ねたことでそうなってしまったと思いがちですけれど、よくよく考えてみたら、それってとっても体にいいことではありませんか？体は正直に健康でいたい、幸せな人生をもっと手に入れようって体質を変えていこうとしているんですよ。一時的に体調不良なのかなと思うような変化も、実はその後にどんどん自分の幸福度や機運が上がっていくサインなんです。それと一緒で、人生の中で起きる体質の変化も、その後も続く自分の人生の運気を上げて、そこから機運が湧いてくるサインなんです。年齢を重ねていけば体質は変わっていきますけど、前向きな気持ちで捉えることが大切です。で、捉え方一つでね、晩年期の機運を変えていけちゃうんですね。なので、もし自分の中で思い当たるような体質の変化があったら、少し振り返ってみてください。そして、これって本当は体にいいことじゃない？というものに気がついたら、晩年期にお金をたくさん受け取る準備をしていきましょう。次に2つ目は、嫌な過去が頭をよぎることがなくなる。過去の嫌な経験やトラウマのような出来事も、頭の中から消えていって、違うことを考えられるようになっていきます。とっても辛かった思い出や、人生の中で絶対に忘れられないと感じていた苦い経験も、振り返った時にいい経験になったと思えている自分がいたら、それは晩年期に機運が上がるサインです。今までは過去の苦しみを思い出すと、その時と同じように苦しくなってしまっていたのに、あの経験は必要だったんだなと冷静に考えられるのは、運気が上がる前兆なんです。時間が経てば忘れる痛みもあります。でも、時間の経過以外にも、現状の自分が幸せで満たされているということで、辛い記憶は塗り替えられていきます。
辛い経験がありながらも小さな幸せをコツコツ積み上げた結果、大きな幸せになって人生が満たされていくんですね。なので嫌な出来事をいつの間にか思い出すことがなくなったとか、思い出しても苦しい気持ちにならなくなった、他にも自分の人生の糧になってると思える状態は、この先お金がどんどん増えていきますからね。ぜひこの際を見逃さないで、幸せと豊かさを手に入れていきましょう。そして3つ目は、相手を許せるようになってきた。相手の失敗や過ちを許せる回数が増えてきたら、それも晩年期にお金をたくさん手にするサインです。昔は人の失敗に口を挟んだり、お説教したりというのもあったけれども、気がついたらあまり相手の失敗を責めなくなっていた。むしろ自分もたくさん許されてきたなと感謝の気持ちまで感じていたら、それはもう晩年期にお金が有り余るほど湧いてくるサインなんですね。また知っている人以外でも、相手のことを心よく許せる瞬間が多くなってきます。例えば割り込みされたとか、お買い得商品を先に買われたというのは、知らない人であってもちょっとムッとしてしまったりするものですよね。でも日常で起きるイラッとする瞬間や、ムッとしてしまいそうな瞬間もすんなりと相手に対して許しの心を持てるようになります。お先にどうぞとか、次のお買い得商品があるよねと今までの自分なら怒っていた出来事にも腹が立たなくなるんですね。で、こうやって不思議と人を許せたり、優しくなれることが増えてきたら、晩年期に大金を手に入れる前兆なんですね。老後はゆっくり人生を楽しみたいと願う時には、もちろんお金の豊かさも必要です。けれども、ゆっくり楽しむには、心のゆとりや余裕はとっても大切なものなんです。その心のゆとりや余裕は、安定した生活の土台になっていきます。そこから幸せを感じることがさらに大きくなったり、感謝する気持ちにも溢れていきます。人間には誰にでも人生のタイムリミットはやってくるので、少しのことで怒ってしまうとか、お金のことでイライラしてしまう人生ではもったいないなと意識が変わってくるんですね。この意識の変化はとっても重要で、前向きな考えや視野を広く持つこと、また自分も今までたくさん許してもらったなと思う気持ちは、幸運をつかみやすくなって機運にも恵まれていきます。なので自分自身が不思議と人を許せるようになっていったら、それは晩年期にお金が湧いてくるサインなんです。この3つが晩年期にお金が湧いてくるサインになりますけど、今自分で気がついているサインがあったら、今後の人生をもっともっと楽しむためにサインとして出ていることを強化していきましょうね。どの時点で気がついても OK です。今から自分ができることをしていくことで、この先も続く人生を豊かさで満たされたものにしていくことができます。みんなもこういう変化が起こってるとか、これからこれを意識してみるっていうのがあったら、コメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。私も旅行とか行くとだいぶ食事が変わりまして、鉄板焼きなどが食べられなくなって和食が本当に多くなりました。でね、ここ最近なんですけど、とってもいいお肉を食べるとお腹壊しちゃうようになって、高いお肉は食べられなくなった残念な私です。じゃあね。